ラマ基地では推定158人が死亡、200人以上が重傷を負いました。化学兵器による攻撃とみられる爆発が数キロ離れたところから目撃されています。ロシア政府はこれは非常に残忍で非道な攻撃だとウルジクスタンを非難しました。世界の指導者たちに対して UNF をテロ組織として糾弾するように求めています。ウルジクスタンはテロリストの潜伏地帯でした。それに対して何がなされたのか。何の対策も行われていません。明らかなのは ULF が野放しのままであり、モスクワにも届く兵器を持っているということです。これのどこが安全なのか。Дамы и господа, наш самолет завершил набор высоты. Можете расстегнуть ремни.機内食をお配りいたします。座席のポケットにあるメニューからお選びください。素敵な家族だ。ありがとう。家族こそ全て。そうね、娘はもうすぐ誕生日で。ラビアか。なぜ名前を。息子はタリク、夫はハーリンド。お会いしたことが。お前はサマラだ。ロシアと戦う ULF 兵士だ。ええ、昔ね。昔か。黙ってよく聞け。俺たちは飛行機を乗っ取る乗務員や保安官も仲間だ。お前もな。ウルジクスタンのためだ。行くぞ。立て。男が銃を持ってる。Служба охраны! Бросьте оружие! Я не те! Они вам оттали! してるベストを完成。いやあサマラ、期待以上の活躍だな。何様のつもり。これはな、お前が何者かという問題だ。これは何なの。歴史だ。これは外して。このクソ野郎。英雄になれるんだぞ。誰も信じないわ。私はテロリストじゃない。お前はファラカリムに触発されたロシアと戦う市民の自由の戦士さ。ロシア人でしょ。あなたも飛行機の乗客も同郷の人々を殺すつもり。俺は殺さない。お前だ。8000フィートを切りました。祖国と家族のためだ。分かった。一切痕跡を残すな。早くその携帯を渡して。まだ止められる。お前はテロリストだ。違う。そう見える。取り逃げ。手を貸して携帯を取って。爆弾を解除しなきゃ。
待って。